りは乾燥してますね。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。お待ちしておりました。はい。しばらくの間、お元気にされていましたか？それはよかったです。今回は、前回ご予約いただいた BGM のオプションをご用意しております。はい、それでは曲の選定を行いますので、今どのようなご気分か伺ってもよろしいでしょうか。はい、そうですね、単語でも何でも構いません。はい、楽しい気分ですとか、嬉しいことがあった、チョコレートが食べたいとか何でも構いません。はい、お疲れなんですね。はい、少しネガティブな気持ち。はい、ああ、なるほど。そのネガティブな気持ちを浄化したい。はい。胃腸がお疲れ。はい。胃腸の痛みには何か思い当たる点がありますか？はい。昨晩は鍋を召し上がった。はあ。でしたらそんなに胃腸に来るようなお料理ではないですね。やはり日々のお疲れが影響しているかもしれませんね。承知しました。ちなみに当店を出られてから今日はこの後ご用事がありますか？はい、お家にまっすぐご帰宅ですね。はい、良い睡眠をとりたい。はい、睡眠は大切ですね。お体もお疲れのようですので、ゆっくりお休みになるのがいいかと思います。それでは、今伺った内容をもとに、私が曲を選定しまして、ランダムにこの個室内でかけさせていただきます。はい。それでは、少々お待ちください。お待たせいたしました。それでは施術を始めます。 BGM の音量はいかがですか？よろしいですか？ありがとうございます。それではお掃除の前にお耳周りを拝見します。はい、こちら側、大丈夫そうですね。はい、ではこちら側、はい、
こちら側も特に異常はなさそうですね。前回傷になっていたところももう綺麗になってますね。はい、それではこちらの耳から始めますね。まずはアルコールの消毒からです。では失礼します。本日はまず一番おすすめの良い夢をという曲を使わせていただきます。こちらは当店のご利用者様向けに作られた曲なんですよ。施術後のアンケートでも一番人気の曲です。あまり意識しすぎずに自然にお耳に入ってくる音の重なりをお楽しみください。続きましてお耳鳴らしの梵天です。こちらの柔らかい毛並みでマッサージいたします。それでは失礼します。徐々に内側の方に入っていきますよ。くすぐったくありませんか？大丈夫ですか？だんだん暑さも和らいで、寒いくらいになってきましたね。季節の変わり目というのは本当に体調を崩しやすいものですね。お客様は大丈夫ですか？それでは次にオイルで湿らせた綿棒を使ってお掃除をします。失礼しますね。綿棒でも同様にお耳の外側から
くなったこともあってか、あまり汚れていませんね。はい。少し乾燥気味のような気もします。最近は汗かかれますか？やはりこの時期になるとだいぶ汗をかく機会は減ってきますよね。この辺りはいかがですか？ここ。そうなんです。ちょっと隠れてゴミが溜まりやすくなっているようなんですよ。そうしてますね。こちらも優しくお掃除いたしますね。では少し中の方まで。最後にこちらの耳かきでお耳の中を掃除していきますね。はい。引き続きくすぐったかったり痛かったり何かあればおっしゃってください。はい。ではまずお耳の手前の方、外側の方湿ってますね。お忙しくて耳かきをされる暇がなかったということ。そうですね、そういう時こそ当店にお越しください。この辺りもいいですね。お掃除しがいがあります。少しずつ中の方に入ってきましょうね。お耳のあたり硬い気がするんです。緊張されてるのではないかと思います。はい、存分にリラックスしてください。耳かきというのは単純にお耳の中のゴミを掃除するというだけのものでは
綿棒や耳かき、ボンテンなどでお耳の中を刺激してるんですよ。意外とリラックス効果が高いんです。ですのでこの時間はただのお掃除の時間ではありません。お客様のためのリラックスの時間でもあります。お気になさらず、でもお客様がそうおっしゃるお気持ちもわかります。触っていてなんとなくわかります。ああ、ここなんかどうでしょうか。少しですね、こちら側は。お耳の中が赤くならない程度に、はい、かき出しますよ。ゴールの消毒からしていきますよ。染みたりはしませんか？大丈夫ですか？本店ですね。マッサージしていきますよ。
お耳の外側、くすぐったくないですか？大丈夫ですか？優しく、優しく、お耳がこちら側に変わって、また少し緊張されているようです。ゆっくりリラックスしてください。大丈夫です。すぐに力が抜けなくても良いのです。ゆっくり時間をかけてリラックスしていきましょう。くすぐったくはないですか？大丈夫ですか？はい、では少し中の方までくるくるっと、気持ちいいですか？本日こちらでご用意した曲は、ピアノの他にハープの音色などを使用したものです。優しい音色があなたの疲れを溶かしていきますように、そんな思いを込めて選ばせていただきました。では仕上げに外側の方を軽く撫でておしまいにしましょう。はい、お疲れ様でした。では次にこちらの耳も綿棒で、はい、お掃除しますよ。つい最近までセミの鳴く声が聞こえていたのに、最近はもうスズムシの鳴く声に変わってますね。それに金木犀の香りが漂ってますよね。秋ですね。では最後にこちらの耳も耳かきでお掃除しますね。こちらの耳も外側は乾燥気味ですね。そして耳の中の方は少し湿っている感じがします。先ほどお話を伺った時のお疲れですとか、少しネガティブな気分になってしまっているというのはいつ頃からですか？だいぶ前からなんですね。長らくお疲れでいらっしゃるとネガティブな気持ちにもなってしまいますよね。
たりですね。大丈夫ですよ。気になさらないでください。今はお客様のお疲れを取ることに集中されてください。こちらも少し奥の方までお掃除しますので、力を入れずに耳の中のツボを刺激していきますね。忙しいとお耳掃除はもちろんですけれども、こういった店舗に来ていただくのもままならないですよね。はい。ですので、なるべくそんなに頻繁にご来店いただかなくてもいいように、綺麗にしましょうね。はい、うん、垂れてきてますよ。大丈夫です。このあたり細かいゴミですね。少し円を描くように、マッサージしながら書き出していきますよ。少し奥の方まで失礼しますね。そうです、取れそうです。力を抜いて。痛いですか？大丈夫ですか？はい、それでは力を抜いて、リラックス。お鼻で息を吸って、ゆっくり吐いて、はい、別に取れましたよ。あとはもう少しだけお耳の中を刺激させてください。
にもいいですね。気持ちいいのではないでしょうか。はい、リラックスしてもうすぐですよ。ゆっくり呼吸をして、はい、お耳の中のゴミもお客様のお疲れやネガティブな気分もすべて取ってしまいましょうね。この後もお客様がゆったり穏やかな気分でお家に帰れますように。素敵なおうち時間を過ごせますよ。最後に外側のゴミもさっと取って、お疲れ様でした。本日の施術は以上でございます。はい、最後にお願いがございまして、もしよろしければなんですけれども、当店のホームページ上にですね、施術後のアンケートを、はい、入力していただく箇所がございます。そうですね、だいたい3分かからないで、はい、入力していただけると思いますので、お時間よろしい時にご感想などお聞かせいただければと思います。はい、アンケートにご協力いただきますと、こちらのサロンからお礼のクーポン発行させていただいています。アンケートご回答後にメールが届きますので、そちらをご覧ください。はい、それでは本日もご来店ありがとうございました。どうかお気をつけてお帰りくださいませ。またお待ちしております。